おはようございます。にゃんすーです。今日はお盆休み。日中は暑いので朝早く起きて、カブトの卵生まれてるか幼虫見てみたいと思います。で、早速こんな感じ。これが、もう2例。幼虫で、ここがもう1例ですね。ちっちゃいやつで、これが卵です。まだここの部分だけしかやってないですが、徐々にちょっとやってみたいと思います。結構ね、メスは何匹かいたんで、幼虫もいると思うんですけど、あ、いますね。よいしょ。まあ去年は卵の状態から取り出してたんですけれど、今回はちょっと遅めに幼虫になってから取り出そうと思って、こんな状態です。やっぱり、あ、これもいるな。これは1例か。これはまだ生まれたばっかですね。ここだな、この辺。この辺じゃない、ちっちゃい。で、去年は卵のまんま、卵の状態で取り出してカップに入れてたんですけれど、ちょっと熱、熱い場所に置いてたんで蒸れてダメだったんで、今回はこの1例とか2例ぐらいになったら、まあそのまま取り出そうかなと思ってたんで、今回は結構いい感じ、成功ですね、今のとこ。あ、結構いいですね。これ結構出るな、多分。触らないでね、幼虫は弱いで。で、結構こう固めにマットもしとったんで、いい感じに育ってますね。で、ただ卵のやつもあるので、まあ気をつけてやっていきたいと思います。あ、これ卵。結構メスが産んだばっかのやつは白くて長細いですね。で、ちょっと日にちが経つと、これまん丸くなってます。大きさが比較できるかな。よいしょ。こんな感じ。どうしようかな。右側はね、長細い。そうで、左側はちょっと茶色くなってきて、日にちが経った、多分何日かするともっと茶色くなって、で、幼虫、これが出てくる。で、さらに大きくなるとこれで、これがまだ1例かな。で、こっちはもう完全に2例ですね。2例幼虫だいぶ大きい。ここも多分1例かな、2例かな、ちょっとわかんないですけど、今んとこ2,4,6,7,8、幼虫8、8匹いますね。結構いい感じですね。今4分の1、いや3分の1ぐらいやって8個なので、
結構取れるかもしれないですね。よいしょ。これダメだな。これはあれですね。これは多分1例から2例で潰れてますね。お腹が。これはダメ。色が白い。白。よいしょ。いやもう日中めちゃくちゃ暑いですよね。なるべく朝のうちに。うわ、結構いるな。おお、卵。ちっちゃい。ちょっと全部やってるとかなりの時間がかかりそうなので、まあ、ある程度幼虫になってるのを確認したらこのままもう戻したいと思いますね。潰しちゃいそうなのでちょっとよっ、よいしょ、じゃん。大体みんな1例から2例の間ぐらいですかね。あ、でかいなこれ。
これはでかいな。これは2例かな。いやこのまま育つといいですね。8月13日よいしょ。いやーでも幼虫が結構潰しちゃいそうだな。はい、途中経過こんな感じ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19 幼虫19と、卵が3個。まだ3分の1もやってないですけど、よいしょ。あ、でかいな。結構これぐらいまで大きくなってると安心ですね。これぐらいちっちゃいとまだまだ。死んじゃう可能性もある。よいしょ。出ますね。何匹出るかな。50ぐらいは欲しいな。いやー、幼虫いるね。いるなー、もう終わろうかな。お、卵、あ、これはね、もう幼虫が出る寸前ですね。
すら幼虫が見えるですね。白いとことちょっと透明なところが見える。おっと、まあこれぐらいにしとくか。あとはもうちょっとしたらやろうかな。よし、だいたい半分ぐらいやったとこです。半分やって、こんだけ。もう2例が 1,2,3 で、あと1例 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 半分で23個50匹ぐらい出るかな。またもうちょっと大きくなったら、見てみたいと思います。しっかり戻します。やばってきますね。いい感じ。よし、また大きくなったら、動画アップしたいと思います。以上、ニャンスーでした。バイバイ。